次はですね、天神の舞なんですが、騎乗の舞とも言います、美しい女性がですね、鬼になって、いわゆる、まあ、人を騙すっていうんですかね、騎乗が、美女になってですね、天神様を、脅かす、それで、まあ、あの鏡ですかね、神様のその鏡を取り返して、その時に、悪女になったことが分かってですね、まあ、退治されてしまうということです、まあ、あの泥棒とかですね、そういう、まあ、悪者は退治されるという内容です、しばらくお待ちください。
Thank you.